ウマがお金を貯めている姿に共感するだって、うん、はい、じゃあ行きますか。せーの、ノー。イエスノー。あ、俺だけだ。あ、僕もちょっと眉の中だったんで両方言っちゃいました。え両方言えねえ。じゃあそう、ノー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 なの、ね、ノーなの、ね、ノーでいきます。僕もノーですから。ノー。僕イエスイエスイエス。じゃあお金ノー、ノー派から答えますか。はい、俺貯めるぐらいなら食うんですよね。え、お金を食うんですか。おい、誰が俺金を、お前宇宙から来たから。山口の違う違う、お金来てもらわないと。じゃあ違う違う、あのご飯大好きで、もう食べるのが食べちゃいます。お金が入ったら食べます。お金入ったらエンゲル係数がバカみたいになってる。バカみたいです。 92% みたいな。そんなマジで食ってますよ。はい、かなり食べますね。っていう意味で。量じゃなくていいものにしたいってこと。量も、ね、美味しいものを食べる。美味しいものをバカみたいに食べる。それやばいな。まあ、量を大事にしつつ、たまに小金が入ったら、ちょっといいもの、いいもの、高いもの行こうかな。行っちゃうかな、うん、でもなんか、食べて美味しいって言いますけど、後でなんか後悔するじゃないですか、あなた。ああ、お前知ってるね。そうなんだよ。この前一緒に飯行ったんですけど、後悔してた。ちょっと高いランチ行ったんですよ。うん、そう。いや、美味しいんだけど、うん、肉だよな、みたいな。ちょっとごめんなさい。ちょっとあの、りょうたが。それは何、金額に引っかかったの。さ、りょうたと、うん、そ、ランチ行こうっつって、うん。あ、じゃあ行きましょうっつって。で、チラッと入ったら、うん、なんか、レストランの中にプールがあって、うん、ちょ、やばい予感してるんですよ。プールやんぞ、みたいな。ホテルと、ホテルとかのやつ。いや、いや、普通のビルの上。そう。でも、行ってみて、で、ランチ表見たら、うん、まあなんか、1500円とか書いてあって、うん、あ、1500円ならいいなと思ったら、うん、なんか1500円は、そのなんか、お肉をプラスするとプラス1500円ってだけで、ベースのお値段がなんかね、4000円みたいな書いてあって、聞かないと、ベースは2500円。みたいな、そう、聞かないとわかんなくて。メインのものからトッピングなんだもん。そう、っていうので、そう、やっべやっべって二人でな、言い続けて、なんか吹き抜けとかになってて。てかもう、入った時点で、ここはもうちょっとやばそうだなって思ってここは我々の場所ではない。やばいぞって言われて、気づいて。そう、後ろで。ここはノーネクタイではダメなんだ。そうそうそう。ただエレベーターで来ちゃってるからちょっと出にくいんですよ。わかんなかった。そう。U ターンもちょっと。うず帰れない。入った瞬間にいらっしゃいますって言われちゃったから。ああ、しゃ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 って。そうだね。そう。っていう時あったよね。確かに。美味しかったけど。美味しかった、確かに。うん。腹に入ったら一緒だなとか思い始めると。まんまそのこと言ってました。まんまそれ言ってました。そういうことでしょ。そうなんですよ。なるほどね。でも、量からどっちがつうとな。量から。量。的な。意味でお金はちょっとあんまりこう、溜め込まないかなっていう感じですけど。石さんは俺は、うん、俺もそう、すぐ使っちゃうから、あんまり気にしないかな。うんうん、何系に使われるんですか？おもちゃとかゲームとか、何でも買うときに、うん、最近はもう、値札を見たことがない。まあ、財布の中身を超えてたら困るんだけど、まあそうですね。店でさ、超えるか超え、まあね、そういう場合もあるけど、今の料理の話もあるけど、例えば、何、普通の電気屋さんに行ってさ、売ってるものの値段なんか、高が知れてるでしょ。プラモが1個あってさ、5万円とかはないじゃん。ああ、そうですね。普通のバルブレイブのプラモだって取ってレジ持ってたら5万ですって言われたらさ、おい、どっちがおかしいんだって。店がこっちがどっちがおかしいんだってなるけど、まあ大体さ、3000、4000円で収まるからさ、もうそういうのは見ないですよ。っていうことであんまり気にしないから、まあノーなのかなっていう。まあそんな中一人イエスを選んでしまった大阪さんは。さあどんな。なんか、貯金してる額を見るのが好きです。出ましたね、これは。あいつ本物だぞ。本物だ、これ。あいつ本当のやつ。そうなんだ。そうです。なんか、わぁ、こんなに貯金できたみたいな。あいつ本物だぞ。今まで、本当に貯金ができなかった。やる話マジの話だぞ。マジだぞ、これ。だから、最近貯金で、じゃあ、右も良くなり。ちょっとできるようになって。残高の増えていく。楽しい。楽しいんですよね。俺も最初はそう思ってたけどね、だんだんめんどくさくなる。見るのが。あ、じゃあ、これも今のうちの可能性もある。まあ、もうね、大阪さんぐらいだったら、もう来年ぐらいにはもうなんか、3億超えてからおかしいおかしいおかしいあたりやもう、ケタが数えるんですもんね、俺何の仕事してんですか。なんか億超えたらもうよくわかんねえな。わかんねえ。言っちゃいますね。それわかんないでしょ。すぐ言っちゃう。そっか。うわ、リアルだったとは。リアルです。そうなんだ。じゃあ、これからも。お年玉の時とかあったよね。ああ、そうですね。なんか、別に数えたって増えないけどさ、誰からいくらもらっていくらになったか。ああ、わかりました。もらった瞬間に親に渡す。回収された。回収された。回収された。すまんいかねえ、疲れた人ですけどね。